青春をなぞるパワーブロックンポケット3実況プレイ続きやっていきたいと思います。一応前回全クリはしたんですけど、今回見ていくのはストーリー上重要なキャラクターになる寺岡香織さんです。彼女のストーリーを見ていきたいと思います。大学で出会えるんですけど、彼女6とか12に関してはもはやメイン級のキャラになるぐらい、このパワポケの精神においてね、とても重要なキャラクターなので、一応彼女のイベントだけパパパッと見て、こんな人なんだよっていうのをご紹介していきたいと思います。じゃあ大学へゴー。大学に来たぞ。ドーン。なんだ、何か向こうの方で爆発したぞ。そこは危ないですよ。え、グワン死んだ。破片の落下位置は計算通り、怪我人は1名。冷静に記録を取ってるんじゃない。あれ、研究棟の破片 552g の直撃を受けて君は平気なの？どうしてそんなに数字が細かいんだ？それは自分が研究棟の自爆装置を設計したからですよ。研究棟に自爆装置っているの？自爆装置？ええ、殺人ウイルスや原子力エンジンの暴走、狂った電子頭脳を止めるためには。このね、狂った電子頭脳っていうのが実は12のフラグになってるんですよね。研究施設に自爆装置を併設するのが研究者の良心というものです。そういう研究をしない方がよっぽど良心的な気がするんだが。その通り。さっきの金属的な音を。あ、君ひょっとしてサイボーグ？そうか、それであの破片の直撃で平気なのか。よくバレるね。すごいね君完全にバレてるな。俺は負け犬、君は？その自己紹介の仕方どうなの？勇気って言っとけよ。ちょっとイベントでね失敗して負け犬になっちゃいました。自分は寺岡香織です。ここの大学院で研究やってます。とりあえず分解してもいいですか？とりあえずですんな。ダメ。まあそう言わずに、科学の進歩だと思って犠牲になってくださいよ。人を勝手に犠牲にすんな。分かった。さては分解した後で組み立てられないとでも思ってるんですね。こう見えても自分はサイボーグの基本設計の手伝いを3回もやったことがあるんですよ。サイボーグの設計？ひょっとしてプロペラ弾か？ええ、よくご存知ですね。あそこは研究資金の提供が決まいから、うちの大学のお得意様なんですよ。これからプロペラ弾のデザインなんかしちゃダメだ。いいですよ。その代わりに君の体を調べさせてくれればですけどね。取引だ。ちゃんと組み立ててくれよ。わあ、やった。いやすっげえ負け犬って呼ばれる。はい、で次の大学イベです。あ、そうだ、俺の寿命のこと寺岡さんに相談してみようかな。まあこれはね、メインの実況の方でもやったんですけど、寺岡さんに寿命問題を相談することによって寿命問題を150万で解決できるようになります。今のお金なら十分足りますね。相談しよう。そうしよう。そして、へえ、部品に安物を使ったから今年中に死ぬんですって？君も大変ですね。一言なんとかならないかな。ははは、任せてください。自分そういうの得意なんですよ。6歳の時、壊れた柱時計を時限爆弾に修理したこともあるんですよ。魔改造。それ修理してないぞ。もう大船に乗って気持ちでいてください。たとえ人類を滅亡させても負け犬さんを助けてみせますから。どうなのそれ。できれば人類は滅亡させないでやってくれるとありがたいんだけど。まあとりあえず研究依頼金としてこれだけ。え、20万円君の命に比べれば安いもんでしょ。まあ300万に比べればね。お願いします。よろしい。はい、これで20万円が減りました。はい、寿命イベント2回目。そういえば前に寺岡さんに頼んでおいた寿命の件どうなったのかな。そして、あー、来た来た、例の寿命を伸ばす研究なんだけど、一応完成しまして。一応なんだよね。え、やった。ほらこれです。犬が元気に生きてるでしょ。首だけだけどね。あとは君の首と犬の首を交換するだけですね。おい、ああ大丈夫、犬の体はちゃんと保存してあるから犬は元通りに。いや、そうじゃなくて、俺は生きてるかもしれないけど首だけになっちゃうじゃないか。何か問題でも？マッドサイエンティスト。できればこの体のままで生き続けられるようにしてほしいんだけど。それなら初めからそう言ってくださいよ。最初から研究のやり直しじゃないですか。いや、普通はこういう、そうやね、普通はそうやな。まあまあ、なんでこっちが悪いみたいな。もう失敗は成功のもとですから、次はうまくいきますよ。じゃあ研究継続のために30万円。え、払えて？機材とか工具入しなきゃいけないんですから。まあまあまあしょうがないね。やったー、大船に乗った気持ちで待っててくださいね。まあまあまあしょうがないもんね。大学イベ3回目。大学に来たぞ。そういえば前に寺岡さんに頼んでおいた寿命の件どうなったのかなと。で、あ、来た来た、例の寿命を伸ばす研究なんだけど、まだ一応なんですよね。一応完成しましたよ。え、やった。ほら、あれです。どこ？だから窓の外の箱です。俺には小屋しか見えないんだけど。ちょっと大きくなっちゃったんですよね、生命維持装置。
サイズは4メーター立方、重さは200トンぴったりです。重い。おい、そんなものぶら下げて歩けるか。歩く？この前はその体のままでとしか言わなかったじゃないですか。いや、そんなんつけたらこの体のままでって言えないけどね。できれば他のパーツと同じサイズにしてほしいんだけど。それなら初めからそう言ってくださいよ。最初から研究のやり直しじゃないですか。いや、普通はそのね、ね、マッドサイエンティスト、まあ失敗は成功のもとですから、次はうまくいきますよ。じゃあ研究継続のために40万円。いや、あれって機材とか購入しなきゃいけないんですからね。はい、こんなんカオルさん以外だったら騙されてる感しかないけどね。はい、でまた寿命イベントです。あ、来た来た。はい、一応まだ一応なんすよね。ほら、これです。おお、今回はちゃんとパーツになってる。じゃあ早速つけてみるよ。ポチッとな。おお、なんともない、成功だ。それじゃあまだ分かりませんよ。まだ1個目なんですから。1個目？ええ、この生命維持装置は50個のパーツに分割されてるんですよ。50個つけて初めて効果を。あの寺岡さん、俺の体って30個しかパーツがつけられないって知ってた？ええ、そうなんですか。もっと早くに言ってくれなきゃ。追加の研究費いる？もはや慣れてきた。もちろん、まあ失敗は成功のもとですから、次はうまくいきますよ。50万円は必要ですね。はい、基礎はできましたから、あとは小型化だけですね。パーツじゃなくて体に埋め込むタイプにしましょう。パーツと埋め込むタイプって何が違うんだろうね。ちょっと気になりますけど。はい、そしてこれで寿命イベントがラストですと。寺岡さんに頼んでおいた寿命の件、まあ期待しないで行ってみるか。そして、あ、来た来た、例の寿命を伸ばす研究なんだけど、完成しましたよ。一応がなくなりました。今までも一応ってことはこれで大丈夫かなって思ってたんだろうね。今度は電圧が足りないとかそういうオチじゃないでしょうね。ぎく、そんなわけないじゃないですか。一瞬動揺したような。ほら、これですよ。これ一応つけてみるよ。勝ち。なんともないな。ほらほらほら、でも効果があるとも限らないんじゃないな。それは大丈夫ですよ。このコードを持っててください。こう？で、このコードが何？高圧電流のコードです。バチッバチッバチッ。ほーら、生きてる。これで耐久テストは合格ですね。いきなりすんなよ、そんなテスト。うわ、パーツまでいくつか壊れてる。まあまあ、これで結城さんは生き続けられるんですよ。これで寿命問題解決です。生きていればいいことありますよ。そう願いたいね。いや、本当だよね。いや、本当だよね、マジで。で、これで寿命問題が解決したので、ここからはカオルさん本人の問題というか、本人に関するイベントになっていきます。さあ、寺岡さんイベントが始まりました。大学に来たぞ。あー、いらっしゃい。実は自分、研究資金が足りなくなって困ってるんですよ。この恵まれない研究者のためにあなたのお金を寄付してください。じゃあ何の研究してるかってとこなんですけど。いくら必要なんだい？なーに、ほんの20万円ですよ。まあまあまあ、そのくらいならね。まあ今ならいいかな。88万持ってるから、じゃあお金をあげる。じゃあ、ありがたくいただきます。ぜひまたいらしてくださいね。いや、もうちょっとなんかもうちょっとないの。なんか寺岡さん2回目です。ああ、いらっしゃい。実は自分、研究資金が足りなくなって困ってるんですよ。もう20万使っちゃったのか。どうです、この寺岡薫に投資してくれませんか。投資っていうことはね、何かしらのバッグを期待しちゃってもいいんですか、薫ちゃん。で、いくら必要なんだい。えへへ、50万円。いや、へへへで言う額じゃない、それ。まあ、でもこれさらっとお金あげられる主人公もすげえよな。お金をあげる。じゃあ、ありがたくいただきます。108万、なんか裸で持ち歩いてんのかな、そのまま。すげえな。ぜひまたいらしてくださいね。なんかもう、カオルちゃんじゃなきゃ騙されてる感しかしないよ。はい、ここで3回目の投資イベです。大学に来たぞ。はい、いらっしゃい。実は自分、研究資金が足りなくなって困ってるんですよ。あなたのパーツ研究するのが楽しくなってきているところなんです。もちろん投資してくれますよね。さあ、いくらだ。で、いくら必要なんだい。80万円、出せます。お金をあげましょう。じゃあ、ありがたくいただきます。ぜひまたいらしてくださいね。このあげた後のさ、この冷たさよ。いや、もうちょっとこのさ、この終わった後のトークを楽しんでもいいんじゃないの。ストレスが5下がった、仲良くなった、そして80万円が減ったと。そして3回投資を行った状態で大学に来ることによって、あれ、あそこにいるのは寺岡さんじゃないか。ちょっと変わったね。まあ今までのイベントとちょっと変わってきます。ブツブツブツ、何をフラフラ歩いてるんだ。ちょっと後をつけてみるか。ゲヒヒ、ブツブツ。多分大学を出ていることにも気づいてなさそうだな。危ないですね。ゲ、車道に出たぞ。しかも車が来てるよ。ここで慌てて助けに行く。しばらく様子を見ている暇はない。危ない、寺岡さん。
ドカーン引かれた。この絵がね、これね、ランダムイベントで普段も発生する可能性があるんですけどね、寺岡さん全く関係なしに主人公がただ車に引かれるっていうイベント、それでゲームオーバーになった人も結構多いんですよね、パワポケ3は。で、肩の強さなくなったと。メッキもなくなった。守備用途もなくなった。大丈夫ですか？注意しなきゃダメですよ。違う、あなたを守ったの私は。壊れたパーツは補充しましたけど、ナイス。いや、寺岡さんが跳ねられそうだったから。何言ってるんですか、いくら自分でも車に衝突。ん？ん？そうか、粒子の位置が特定できなくとも衝突の波動さえ検出できれば。ありがとう、君は命の恩人だ。これね、何言ってるかよくわかんないけど、命の恩人だっていうところが結構キーワードなんですよ。いや、実際にそうなんだけど、今回のことではなくて別件がまだあるんですよね。そして、あ、この前は失礼しました。偉大なインスピレーションとは偶然の中で生み出されるものだということを思い知りました。というわけで君にこれを。え、電話番号？遊びに誘ってくれって？いや、その忙しくない時でもいいんですけど、気分転換も作業効率を上げるのに有効じゃないかなと。照れてる、かわいい。はいはい、ここまで来るのにかかったお金150万円。はい、寺岡さんの電話番号を知るのには150万円かかるっていうね。ちょっと待った、俺メッキは？メッキ返してよ。で、これで寺岡さんと仲良くなったので、デートをすることができるようになりました。カオルとデートします。寺岡さんを誘ってどこか遊びに行こう。電話が古い。あ、寺岡さん、これからどこかに行きませんか？そうですね、行きましょう。そして、よろしくお願いします。じゃあまずどこへ行こうか。一応デートというものを勉強してきましたけど。勉強？何分初めてなので。大学院生でデート初めてってすごいですよね。ここは驚く、フォロー、褒める、褒めるにしときましょう。すごいな、それだけ一つのことに打ち込んでくるなんてなかなかできないよ。いや、洗濯の、とにかく移動しましょう。照れてる。そしていろんなとこ行って、めっちゃ行ってね、いろんなとこ。結構疲れるね。ちょっとハードスケジュールだったかな。まあいろいろ行ったからね。でも楽しかったですよ。また誘ってくださいね。もちろんさ。で、これでデートできるようになるから、好感度を上げてね、どんどんイベントを進めることはできるんだけど、このまんまデートし続けてイベントを進めても実はバッドエンドになってしまうんですよ。グッドエンドに行くためにはもう一つ過程が必要。それがこのイベント。デートをできるようになった後もあえて大学にもう一度やってくることによって起きるイベントです。大学に来たぞ。あー、いらっしゃい。実は自分研究資金が足りなくなって困ってるんですよ。実はこれがね、デートできるようになった後ももう一回あるっていう、なかなか初見だと気づきにくいです。ちょっと研究所吹っ飛ばしちゃって。何やったんだお前。平気なのかい。研究所の一つや二つ大丈夫です。失敗は成功のもとですから。スケールがでかい。この大学もよくこんなの置いてるよな。いや、ほんとよ。で、いくらなんだい。実は100万円なんですけど、ギリギリ。お金はあげましょう。あ、苦しい。じゃあありがたくいただきます。ぜひまたいらしてくださいね。これをしないとバッドエンド直行です。ほんとこれをしないでバッドエンドに行く方とか、どうしてもなかなかね、デートできるようになったからもう大学行かなくていいでしょうって思われる方がすごく多いので、なかなかグッドエンドにたどり着けないっていう彼女です。あ、寺岡さん、あれ珍しいですね。そういえばもうじきクリスマスだから街が華やかでいいですね。クリスマスイベントですね。そうだ、今週末はクリスマスだし、どこかに行きませんか。あははは、君その年でクリスマスはないでしょう。おい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 、クリスマスは大人でも楽しいイベントだぜ。は、良い子にはサンタクロースがプレゼントを靴下に入れてくれる日でしょ。ま、普通はお父さんお母さんがサンタさんなんですけどね。いや、カップルにも意味が知らないんですよね、それは多分。やだな、どうしてサンタさんとカップルが関係あるんですか。そういえば、そうだな。そう言われると確かに。いや、でも世間的には、まあ、こうしてあったのも何かの縁。その辺でお茶でもどうです。クリスマスの3日前を楽しく過ごしたっていう、クリスマスじゃないんかいって話ですけど、まあまあまあ、カオルさんらしくていいんじゃないかな。これであとはひたすらデートを進めていけばカオルさんグッドにたどり着きます。じゃあこの公園に行ってみましょう。公園に行こう。そしてポト、ん？頭の上に何か落ちてきたぞ。カサカサカサ。あ、雲だ。わー、雲だ。この雲目プチ。これダメです。まあリアルなリアクション、わー雲だぐらいですね。わー雲だ。あ、ジョロウグモですね、これ。雲って偉いんですよ。え？雲は風に乗って飛ぶんですよ。
お尻から糸を出してね、不安定、それで何百キロも旅をするんです。超怖いな。風任せだから不毛の土地に最初にたどり着くのは必ず雲なんです。自分で飛べる鳥はそういうところに行こうとしないから本当みたいですね。雲が好きなの？雲っていうかその生き方と世の中に存在する意味ですね。これとっても重要なイベントです。あのさ、デートしようと思ったらさ、ドカーン、え、今の音は、あー気にしない気にしないってどこ行くんですかっていう、もはや爆発が日常茶飯事なんですね彼女。割と恐ろしい。で、雲の話の続きです。そういえば前にここで雲の話をしたよね。あれ、そうでしたっけ。雲の生き方がどうとか。あー思い出しましたよ。これをねもっと深く聞いてみましょう。もっとよく聞きたいな。不毛の土地に最初に来る生き物は雲なんですよ。風に吹かれて渡ってくるんですね。で、何もいないところで巣を作る。それじゃあ巣に引っかかる虫なんていないじゃないか。ええ、だから飢え死にしちゃうんですよ。は？何千何百万匹もね。そのうち雲の死体が土になり、時折やってくる鳥の糞に混じっていた草木の種が根付くんです。そうやって自然は世界中の島を緑で埋めていったんですよ。だから自分は雲は偉いなと思うんですよ。まあ何千何百万匹も犠牲になって、雲が犠牲になることでようやく大地が芽吹いたっていうことですよね。いつか自分も、え、いえ何でもないです。自分もそうなりたい。雲みたいに犠牲になってみんなを助けたいっていうことなのかもしれないけど、それはダメだそして今日は楽しかったです。で、あの100万を渡してないと事実そんな感じで雲みたいに犠牲になっちゃうんですよね。あー、いらっしゃい。君が来る頃だと思ってチョコレートを用意しておきましたよ。クリスマスは興味ないけど、バレンタインは一応興味あるんだね。え、くれるの？ひょっとして今チョコレートに変なものが入ってるんじゃないかななんて思ったのかな。多分ね、みんな思う。まさか、ははは。自分の専門はサイバネティックスです。食料品とかは専門外ですよ。それにチョコレートは市販のものだから安心してくださいね。なんだろう、他の女の子だと手作りが良かったかなって思うけどさ、カオルさんだとすごい安心する。安心ね。じゃあありがたくもらっておくよ。どれどれ、ガサガサバリバリ。お、そうそう、あ、チョコレートは市販のものですか。そのケースは自作の。盗難防止自爆装置付きだったんですけど失敗でしたね。いや、何でも爆発させんな。チョコはどこ。この後予備のチョコレートと壊れたパーツの代わりをもらいました。チョコはどこ。え、チョコ、え、しかもパーツ壊れただけ。バッドイベントじゃねえかよ。展望台に来ました。あ、そうだね、宗教家と科学者、似ているところは何だと思います。ちょっと皆さんも考えてみてください。宗教家と科学者、似ているところは何か、結構かけ離れてる2つの存在みたいな感じですけど、実は似てるところがあると寺岡さんは言ってるんですね。ちょっと選択肢見てみますね。いきなり何を言い出すんだ。真理に一生を捧げるところ、こういうとさ、科学も一つのものを追い求めて、宗教も一つのものを対象にずっと信仰を続けるから、確かにって思いますよね。この答えがとっさに出てくる主人公って結構頭いいのかなって思いますよ。真理に一生を捧げるところ、あ、いいですねそれ。自分は自分たちの仕えているものがいつかみんなを救ってくれると信じていることだと思うんですよ。もう確かに科学が発展することでいつか人の、あの生活が楽になる、みんなを救ってくれるとか、神様を信仰することでいつかみんなを救ってくれるって思うところとか、確かに言われてみれば似てるかなって思いますよね。使えているものが神様と科学という違いはあっても、じゃあ違うところは何だと思います。逆に違うところ、なんか違うところ表面上はいっぱいありそうですけど、じゃあその定義とか、深い部分で違うところっていうとどこなんですかね。さあ、わからないな。宗教は信じ、科学は疑う。宗教は慰め、科学は突き放す。いや、これ難しいですね。科学はただ疑いながら実験する、そして真理を目指すみたいなところありますよね。科学突き放すっていう印象は僕ないんですけどね。むしろ人を助けるために泥をかぶるのが科学なのかなって。泥をかぶったり失敗とかを繰り返しながらなんとかたどり着くのが、科学なのかなって思っちゃうね。僕こっちですかね。宗教は信じ、科学は疑う。あ、いいですねそれ。自分が思うに宗教はすがるしかできないんですよ。起こったことは諦めるか受け入れることしかできないんです。科学は自分で前進させられるんです。科学は諦めることを否定できるんですよ。そういうものかな。
何かあったの？これ気になりますよね。なぜそんな話をしてくるのか、何か突き進まなきゃいけないことがあるのか、何かあったの？え？いえ別に、ただちょっと今やっている研究が行き詰まっちゃって。寺岡さんなら解決できると思うよ。あらら、励まされちゃいましたね。そして今日は楽しかったですと。で、照れるようになったね。これ好感度上がってくるとこうやって照れ顔を見せてくれるようになります。はい、そしてデートです。寺岡さんを誘ってどこか遊びに行こう。これ結構大事なというかストーリーが進みますね。あ、寺岡さん、これからどこかに行きませんか？そうですね、行きましょう。ドカン。あ、そうだ、今日は師匠のところへ行きましょう。あなたの師匠って誰なのって話なんですけど、師匠？そして、へえ、あなたはサイボーグだったのね。これね、あの極悪高校を教えてくれたお医者さんです。パワープロの9かな、パワープロシリーズにも結構出てくる女性です。加藤先生が寺岡さんの師匠とは知りませんでしたよ。まあ、どっちもマットだからね、外道くんだからね。なんならとんでもない。私が以前高校で教師をやっていた時にこの子が私の生徒だっただけよ。その頃でも寺岡さんの方がずっと頭が良かったんじゃないかしら。いやー、照れるな。へへ、まあ、寺岡さん頭いいからね。でも加藤先生から教えていただいたのは科学者としての心構えですからね。教育者として失敗だったのかな、失敗だったかな。まあまあまあ、教育者としては教えてくれてないんかいっていうね。じゃあまた来ます。来るな来るな、仕事の邪魔だから。じゃあこれで失礼します。ちょっとゆうきくん、彼女のこと大事にしてあげてね。もちろんです。いやいや、まあもちろん。言ってないのね、あのこと。何のこと？何のこと？大事なことで言ってないことがあるんですよね。あべ、誕生日イベントだった。今日が俺の誕生日だって寺岡さんに言っておいたんだよな。よし、大学に行ってみよう。あ、いらっしゃい。君が来る頃だと思ってプレゼントを用意しておきました。やった、ありがとう。何をくれるのか。さーて、この大きな箱と小さな箱のどっちにするのかな。いらんことすんな。は？そしてハズレを引くと何かあるの？まあ、寺岡さんだしね。どうせ爆発だろ。やっぱり、ははは、両方には爆弾を仕掛けてませんから安心してください。片方には仕掛けていると。それって片方には仕掛けてあるってことなんじゃ。さあどっち。いやー、泣きながら走り去るやりてえな。でもここはね、小さい方でしょ。小さい箱が正解だ。うおー、ダメだった、残念でした。はい、残念賞どうぞ。クソ、完全に遊ばれているな。マジか。あ、普通のプレゼントだ。いや、ちょ、もうこれプレゼントちゃんと欲しかった。さあ3年目10月になりました。ここでカオルさんとデートをします。寺川さんを誘ってどこか遊びに行こう。え、あ、寺岡さん、これからどこかに行きませんか？ごめんなさい、ちょっと体調が悪いから。あんだけ元気なマッドサイエンティストだった寺岡さんが体調が悪いと。え、お見舞いに行こうか？いや大丈夫ですよ、また誘ってくださいね。あ、それと何？実はびっくりさせることがあるんですよ。でも来年まで秘密です。何そのびっくりさせることって。え、じゃあ期待していてくださいね。これなんですよね、何が起きるのか。ラストイベントのフラグです。で、またこうやってデートに誘ってみると、あ、寺岡さん、これからどこかに行きませんか？ごめんなさい、ちょっと体調が悪いから。こうやって同じようにずっと体調が悪いからって断られちゃうんですよね。で、もう限界よ、入院するべきね。冗談じゃないです、入院しろ。諦めろっていうのは今すぐ死ねっていうのと同じですよ。必要な電力を下げるわけにはいかないのね。電力、全ての生命維持装置を安定動作させるには従来の発電蓄電システムでは不可能なんです。いっそ小型化を諦めたら自由に動けなくなるけど。自由に動けない小型化、主人公の生命維持装置のあの大きい箱を思い出しますよね。ああ、それそれ、実は前に試してみたんですよ。それが主人公で使われてたやつです。2回目かな。え、でも実は大学の電力が不安定なことが分かりまして、危うく死にかけました。で、これは寺岡さんの話ですよね。あなたのやっている極小動力炉の研究は危険なものよ。一つ間違えると大惨事になるわ。あなたの体力の低下を考えると、40の警報システムと2つの自爆システムを稼働させています。要は寺岡さんの命の話ですよね。ここまで見ると分かると思いますけど。で、自分にも自爆装置を埋め込んでると。この寺岡薫、科学に魂を売っても人の心はなくしていません。止めても無駄のようね。これでね、
これでね、まあデートしようとしてもずっと体調悪いって言われて、今は多分必死に研究をしてるところなんでしょうね。11月になりました。ここでカオルさんとデートをしに行きます、というか電話をします。寺岡さんを誘ってどこか遊びに行こう。でも、まあ、出ない。前までは調子が悪いって言って出てくれたんだけど出ない。じゃあ何があったのか。体調が悪いって言ってたし大学に行ってみるか。そしてドカガン。あれ、爆発。たびたび爆発は起きてましたけどね。また寺岡さんかな。なんだか嫌な予感がするぞ。行ってみよう。なんだ、研究棟が完全に崩壊しているぞ。寺岡さんは。そして2の何年ぶらいくすぐってらっしゃるんですかの子ですね。彼女候補です。2のこちらは昨日の爆発事故現場です。幸い直前に警報が作動したので犠牲者は大学院生の寺岡香織さん24歳、ただ一人でした。香織さんは以前より危険な事故を起こしており、バカね、これで大学で研究を続けるのは無理よ。警察も探しているし。カオルさん生きていた。いや本当によかった。これが100万渡してないとカオルさん死んでます。あの100万が人の命を救ったって考えるとね、無駄ではなかったのかなって思いますね。まあ実験データは私が回収するし、実験できる場所も博士と相談して手配するわ。大丈夫博士、カナダの研究所にコネがあるし。大丈夫博士ね、向こうから来たからね。お願いします。え、カナダって行くの。ゆうきさん、話さなきゃいけないことがあるんです。実は自分病気で、このままだと1年ぐらいで死んじゃうんですよ。でも今の研究が完成すれば。間に合うのかい。冷静に見て 1% ぐらいですかね。とても低い確率。あ、でも心配しないで、100回に1回というのは結構大きな数字なんですよ。ゆうきさんと知り合えた偶然に比べればずっと。いやー、こんな状況でもこんなこと言ってくれるカオルさんですよ。うまっか。これ持っていってください。1年後にバージョンアップしますから。1年後に会おう。 1% の壁を乗り越えてくれ。はい。総力プラス5をもらいました。そして神速、超特殊能力ここだったね。神速をいただきましたと。であとはエンディングまでは特にイベントがないので1年後を見てみましょう。そして1年後、彼女は帰ってきた。約束通り1年後に。そして現在、必死に研究する必要がなくなったのに相変わらずのマッドサイエンティストぶりを発揮している。でもほんの少し常識人になったし、ほんの少し女らしくなった。しかし最大の変化は寺岡さんがカオルになり、君があなたになったことだ。まあ、というイベントがカオルさんにはありました。そして後々の作品につながっていきます。まあ、3の主人公と結ばれたというよりは、あのカオルさんが生き残った、カオルさんが 1% の壁を乗り越えて自分の死を克服できたっていうのが静止ですね。こうやってカオルさんが生き残って6につながり、6で、まあ、ここから先はね、動画を見ながら知っていっていただきましょう。6であるものを発明して、それがつながって12ではある姿になってしまったという感じですね。なのでそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、ということで今回は番外編カオルさんをのイベントを追っていくストーリーでしたが、いかがだったでしょうか。で次回からは4の実況が始まります。4は3と打って変わって科学的な要素は一切なく、むしろオカルト、ホラー調になりますのでね、ぜひ雰囲気の違いなども楽しんでいただければなと思います。あと4は高校野球ですね。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければじゃあ。